メディアを再生する虫を捕獲し枝に戻る。姿の40倍高速度撮影秋アカネは、トンボかアカネ属に分類されるトンボの一種。日本では普通に見られる。属に赤トンボと呼ばれ、競技には、この種だけを赤トンボと呼ぶことがある。季節的な長距離移動がよく知られている。日本特産種で、大陸部では、極東アジアからヨーロッパにかけて広く分布する、禁煙種である。 大陸アキアカネースディプレシャスキアラムと痴漢する。大陸アキアカネは、秋の後半に、北西の季節風が吹き出す頃に、日本列島に吹き寄せられたものが各地で記録されるが、繁殖はしていないようで幼虫の発見例はない。同様に人里でよく知られた赤トンボには、夏アカネースダーウィニアナムがある。アキアカネは夏に一旦定地から姿を消し、 秋に成熟成虫が退居して出現するのに対して、夏アカネは生活史を通じて定地から姿を消さない。そのために夏にも、定地で見られる方に夏アカネの和名が与えられたので、あり、活動時期自体は領主にほとんど差はない。ロシア、中国、朝鮮半島、日本に分布する。平地から山地にかけて、水田、池、沼、湿地などに生育する。定質は泥で、 汚れた水質の環境に生育することが多い。平地で孵化した未熟な世虫は夏に涼しい産地へ移動し、成熟し秋になると平地に戻る。日本では小笠原諸島、沖縄県を除き各地に広く分布し、奄美大島では過去に確認記録がある。朝鮮半島から大陸秋アカネに混じって朝鮮半島タイプの秋アカネの飛来が確認されている。 全長は、オスが32から46ミリメートル、メス、33から45ミリメートル。腹長は、オスが19から29ミリメートル、メス、21から30ミリメートル。後兆は、オスが25から34ミリメートル、メス、26から34ミリメートル。オスは、腹部、第二節の下部に複製器があり、成熟すると腹部が赤くなる。メスは、 腹部が泡褐色のものと背面が赤いものがある。顔面は、オスが大々褐色で、メスが高褐色。オスは成熟しても、頭部と腹部は赤くならない。腹眼は大きく、左右がく、付き合って、一続きとなり、顔面の黒状の凹凸が目立たない個体が多い。オスは、第十節に連結交尾の際にメスを捕獲するためのビブ付属器があり、メスには、 第8節下部に小さな生殖弁がある。修霊幼虫に達した段階の野暮の体長は16から20ミリメートル、東北は6.5から8ミリメートル。背棘が第4から8節にあり、側棘が第8から9節にある。羽胸第1足方船に総黒状の先端が、秋アカが尖るのに対して、夏茜は角状に近く、その黒状の太さの個体差は大きい。 未成熟のオスは、秋アカネが黄色みが強いのに対して、夏アカネは、大々色みが強い。鉱山で夏を過ごす、秋アカネの群れ繁殖するのは、通常平地、または、丘陵地、低山地の水田、地層、溝などであるが、稀に、標高2000メートル台の高所からの浮化記録もある。5月末から6月下旬にかけて夜間に浮化した、成虫は朝になると飛び立って、 水辺を離れ、1から2日乾燥に止まったまま、体が十分固まるのを待つ。その後近辺の樹林、植栽木などに集合して群れとなり、4から5日間を節時に費やして様々な小昆虫を空中で捕食し、長距離飛翔に必要なエネルギーの蓄積を行う。十分に体力がついた個体は単独で、あるいは群れをなして、 日中の気温が20摂氏25度程度の3000メートルぐらいまでの高標高の高原や山岳地帯へ移動して7月から8月の成果を過ごす。未成熟成虫が水辺を離れて生活するのは他のアカネ族の赤トンボのみならず非常に多くのトンボに共通した習性ではあるが、秋カネの場合この移動が極端に長距離となる。 低温時における秋や金の生理的な熱保持能力は高く、活動中の体温は外気温より10摂氏15度も上昇するが、高温時の排熱能力は低い。そのため暑さに弱く、気温が摂氏30度を超えると生存が難しくなり、このことが季節的な長距離移動の原因と考えられている。国所の年には移動先はより高い標高の地域となり、 例下の年にはそれほど高いところまでは移動しないことが示唆されている。なお、夏の昼間の日差しが強い時間帯に、止まっている秋や金が逆立ちをするのは、日光が当たる面積を減らし体温の上昇を抑えるためと考えられている。夏の間、高知で接触を続けている間に生殖腺などの内部組織が発達、充実し、最終的に体重が2から3倍にまで増加する。 昆虫などの接触動物は脱皮後に体の大きさは増大するが、それは消化管内に飲み込んだ水や空気の圧力で外側の外骨格だけを膨張させているため、しばしば内部はスカスカの状態である。そのため、脱皮後は成長しないように思われがちだが、実は外骨格の膨張に伴っていなかった内部組織の成長が起こるのである。 成熟した秋アカネのメス十分成熟した成虫、特にオスは体色が大々色から鮮やかな赤に変化し、通常周雲前線の通過を契機に大群を成して山を降り、平地や丘陵地、低山地へと移動する。成熟したオスは朝に草地や樹上でメスを探しながら飛び回り、日中には水辺の植物や地表に泊まり縄張りを持ち、 メスを見つけると捕まえて、交尾を行う。死ゆが結合したまま飛び回り、稲刈りの終わった水田の水たまりのような、産卵適正を探索する。このような、浅い水たまりを発見すると、近くの草むらや地面で午前中から正午過ぎの間に、約10分ほど交尾を行い、交尾が終了すると、やはり死ゆがつながったまま水面の上に移動する。産卵は、 水面の上で上下に飛翔しながら、メスが水面や水際の泥を腹部先端で繰り返し叩き、その度に数個ずつ産み落とす。産卵が終わるとユーは連結を解き飛び去り、夕方は単独行動を行うが朝になると、再びユーが連結して生殖活動に移る。成虫は11月まで見られ、中には12月上旬まで生き延びる者も,もいる。卵は、 水中や湿った泥の中で越冬し、春に水田に水を張る頃になると孵化し、幼虫となる。卵の期間は約半年で、ヤゴの期間は3から6ヶ月ほどで1年1世代。秋カネのヤゴは体は短めで、死は比較的細長い。頭部は横長で腹眼は全側方に突出している。ヤゴは田植え直後の水田に大発生する、微子などを活発に捕食して、 急速に大きくなり、初夏の夜に稲などによじ登って羽化する。DNA 解析により、系統的に近い種である大陸秋ア,アカネとの間で雑種が確認されている。1990年代後半から日本各地で秋ア,アカネの個体数が激減している。その原因は稲内と一緒に水田に持ち込まれる農薬の箱処理剤とみられている。 1993年からイミダクロプリド、1996年からフィプロニルは箱処理剤として全国的に出荷されている。フィプロニルはアキアカネの幼虫の致死率を高めることが実験的に確認されていて、北陸地方におけるフィプロニルの出荷量変化とアキアカネやノシメトンボの個体数減少との間に相関があることも確認されている。 日本の以下の都道府県で、レッドリストの指定を受けている。乾燥させた成虫は、民間薬として用いられ、下熱剤や競争剤として効果があるとされる。その一方で捕まえると罰が当たるとする言い伝えもあり、東北地方では雷に打たれるとして、雷トンボと呼び、東海地方では、目が赤くなったり腹が痛くなったりする、あるいは起こり、 すなわちマラリアの発熱発作を起こすとする伝承がある。この伝承が秋に大群で出現する秋や金に何らかの冷静を認めたためであったのか、それとも害虫を食べるトンボを無闇に殺傷することを今しめたものであるのかは明らかではない。気象庁においては桜の開花や満開の観測のように成熟して 赤くなった秋赤根成虫の初見日の生物季節観測を行っている。2011年には過去の観測において成熟前の成虫を見た日のデータが混在している可能性があることが分かったため成熟後の観測とは判断できない一部の観測データを正常値から疑問がある値に変更した。変更した観測データは統計から削除され 平年値など大幅に変更となっている。ありがとうございます。